どうも、高井です。人の意識の9割を支配する無意識の力、人の無意識にうまく働きかけることによって相手の意識を動かすことができます。あなた自身が無意識に関しての知識をつけて、で活用していけば、確実にあなた自身の日常、それはもちろんビジネスにおいても、あなた自身はうまく動いていくことができるのでしょう。内容をこちらにまとめました。今から読み上げていきます。ぜひともこのままご視聴を続けてください。よかったらグッドボタンお願いしますね。なぜ同じ名前というだけで恋を抱くのか。スミスさんはスミスさんと結婚する。今日はアメリカ南東部の3つの州でどういう名前の人がどういう名前の人と結婚したかを示している。この表は相手の名前があなた自身の名前と一致するかどうかがあなたの心に微妙な影響を与えうることを示している。見てもらえばわかる通り、対角線上の数が飛び抜けて大きい。スミスさんの結婚相手はジョンソンさん、ウィリアムさん、ジョーンズさん、ブラウンさんよりもスミスさんの方が3から5倍多い。さらにこれは未補正の数値であることを考えると、この効果はますます際立ってくる。この表は何を物語っているのだろうか。人間は自分自身に満足したいという基本的欲求を持っており、そのため、たとえ苗字のような無意味そうな特性であっても、自分に似た特性を無意識に好む傾向があるということだ。味すら自分で判断していない、サブリミナル効果の本質。ほとんどの人は自分自身に関する理論に満足し、それを自信を持って受け入れるが、その理論が検証される場面を目にすることは滅多にない。しかし今では実験室で検証することができ、そうした理論が驚くほど不正確であることは証明されている。一つ例を示そう。映画館に入ろうとした従業員らしい人が近づいてきて、ポップコーンとドリンクをサービスするから、この映画館と売店の品物についていくつか質問に答えてほしいと言われたとしよう。あなたには知らされないが、くれるポップコーンにはサイズが大小2種類あり、どちらもかなり大きくておそらく食べきれない。さらにフレーバーも2種類あって、一つはアンケートに答えた人たちが後に美味しい上質と評価し、もう一つは味がない、ふやけている、まずいと評価した。また実際にあなたがポップコーンをどれだけ食べたか、なぜその量を食べたかを測定する科学実験に参加していることも相手からは聞かされない。実際には研究者たちは次のような疑問について調べていた。あなたが食べるポップコーンのようにより大きな影響を与えるのは、ポップコーンの味とサイズどちらだろうか。この疑問に答えるために、フレーバーと容器の4通りの組み合わせ、つまり小さな容器に入った美味しいポップコーン、大きな容器に入った美味しいポップコーン、小さな容器に入ったまずいポップコーン、大きな容器に入ったまずいポップコーンのいずれか、一種類のポップコーンを被験者に手渡す。結果はどうなったのか。どうやら被験者たちは食べる量を味と同程度の容器の大きさに基づいて決めたらしい。別の研究でもこの結果は裏付けられ、スナック菓子の容器の大きさを2倍にすると消費量が30か 45% 増えることが示された。BGM 一つで揺らいでしまう合理的な意思決定。ワインを使った実験では、イングランドのとあるスーパーの棚に、値段と味がほぼ同じフランスワインとドイツワインを4種類ずつ置いた。そして一番上の棚のテープデッキからは、フランス音楽とドイツ音楽を1日交代で流した。すると、フランス音楽を流した日には、売れたワインのうち 77% がフランスワイン。ドイツ音楽を流した日には、同じく 73% がドイツワインだった。ワインを買いに来た人がどちらのタイプを選ぶかに関して、音楽は明らかに極めて重要な要素だったが、ワインを選ぶ上で音楽に影響されたかどうか尋ねてみると、そうだと答えたのは7人中1人だけだった。人は商品に満足するかどうかは、その商品の品質によると考えているが、実は商品をどう感じるかは、その商品の宣伝活動よりもかなり大きく左右される。違う風に説明されていたり、違うブランドのラベルがついていたり、値段が違っていたりすると全く違う味に感じることがある。実際に値段を伏せてワインを試飲してもらうと、味と値段との相関はほとんど見られなかったが、値段を伏せなかった時には強い相関が見られた。人は一般的に高いワインほど美味しいだろうと期待する。そこで被験者を集め、値札だけを貼った何種類かのワインを試飲してもらったところ、90ドルの値札がついたワインの方が、10ドルと書かれた別のワインよりも高い評価を受けた。しかし、被験者たちは騙されていた。全く違うものと認識していた2種類のワインは、実際には全く同じで、どちらも90ドルのボトルから注いだものだった。さらにこの実験では、ワインを試飲している最中の被験者の FMRI で使いました。値札の高いワインの場合には、愉快な経験と関連付けられている目の奥にある眼下前頭皮質と呼ばれる部位の活性が上昇することが示された。2種類のワインに違いないものの、それらの味の違い、あるいは少なくとも味に対する被験者の満足度の違いは確かに存在していたのだ。
視力を失ったのに表情が見える。五感だけでは何も感じられない。失明した脳卒中患者 TA はなぜ表情が見えたのか。ある検査によって TA の後頭葉の中の視覚野が機能していないことが確認された。視覚系のうち光学的な部分は未だに完全に機能しており、 TA の目は光を集めて記録することができたが、視覚皮質が脳膜から伝えられる情報を処理する能力を失っていたのだ。盲人が人の顔を見てその人の気分を感じ取ることができるかどうか、研究者たちはそれを調べることにした。はじめに TA の正面60センチほどの距離にノートパソコンを置き、白を背景として黒い図形、円、または正方形を次々に見せた。次に図形が表示されるたびにその図形が何であるか強制選択させることにした。TA はおよそ2回に1回正解し、何が見えているのか本当に全くわからないときに予想される通りの結果となった。しかし興味深いのは次の実験である。新しく見せた一連の画像は怒った顔と笑った顔だった。テストの仕方は基本的に同じで、画像が表示されたら画面上の顔が怒っているか笑っているかを当ててもらう。顔は他の物体よりも重要なので、人間の方が顔に対して他の様々な種類の視覚現象よりも多くの注意力を当てている。しかし上下逆さまの顔はヨガ教室で三角倒立しているものなければ滅多には見かけられないため、多くの注意力を割かれることはない。そのため上下反転させた顔よりも上下が正しい顔の方が変形していることをはるかにうまく感じている。このテストで TN は喜んだ顔か怒った顔かは3回中2回近い割合で言い当てた。視覚の意識的な知覚を担う脳の部位は明らかに破壊されていたものの、防水上眼領域は映像を受け取っていた。申し明らかな無意識の力、目は無傷が見ているものを無意識的に知覚できない人が空き缶、カビの束、そしていくつもの箱を避けながら廊下をジグザグに完璧に歩いていたのだ。一度も転ばなかったし、物にぶつかることもなかった。 TNA を見せつけたこの能力は盲視と呼ばれている。無意識は音も勝手に読みながら音素修復。人間は直データの結果を無意識に見合わせる。それを証明するある研究では、The state governors with their respective researchers convening in the capital city という部分を録音して、レスレーチャーズの最初の S 音を含む長さ120ミリ秒の部分を消去し、そこに代わりに咳払いの音を入れた。そしてこの咳払いの入った録音を20人の被験者に聞かせてから、この部分を印刷した紙を渡して、咳払いがあった正確な位置をまるで囲んでもらった。また、まるで囲んだ音が咳払いによって聞こえなくなっていたかどうかも尋ねた。すると被験者全員が咳払いの音が聞こえたと答えたが、20人中19人は聞こえなかった音はないと答えた。咳払いによって聞き取れなかった音楽があると答えた人にも間違った文字をまるで囲んだ。引き続き行われた研究では、聞き取りの訓練を積んだ人でさえ、どの音が消去されていたかを特定できないことが分かった。咳払いの位置を正確に指摘できなかっただけでなく、まるで囲んだ場所は大きく外れていた。文章どこか特定の場所で咳払いが起こったようには聞こえつつ、咳払いは文の明瞭性に全く影響を与えることなしに文を読んでいる声と一緒に聞こえたのだ。なぜ目の前の人物が入れ替わっても気づけないことがあり得るのか。継ぎはぎだらけの歪んだ記憶、目の前の人物がすり替わっているのに変化も、注意を向けている対象が場面ごとに変化する場合に記憶の欠落が起こるかどうか調べるために単純な出来事を映していながら、一人の人物を演じる役者が場面ごとに入れ替わるようなビデオを制作した。そして高齢大学の60人の学生を集め、キャンディーと光にビデオを見てもらった。ビデオでは机の前に座っている一人の人物が電話の音を聞いて立ち上がり扉の方へ歩いていく。そして廊下の映像に切り替わり、違う役者が電話に向かって歩いていって電話に出る。役者たちも比較的簡単に区別がつく二人だった。学生たちは役者をすり替えたことで気づくだろうか。ビデオを見せた後、学生にその内容を簡単に書いてもらった。役者がすり替わったことに触れられていなければ、直接机の前に座っていた人物が電話に出た人物と違うことに気づいたかと尋ねた。するとおよそ3分の2の学生が気づかなかったと認めた。学生たちは当然それぞれの場面で役者とその行動に気づいていた。しかし、役者の細かい特徴は記憶に留めていなかったのだ。研究者はこの仰天の発見に勢いづき、さらにもう一歩踏み込んだ。変化網と呼ばれる現象が現実世界でのやりとりでも起こるか調べることにしたのだ。この時は、高齢大学のキャンパスという野外で実験を行った。キャンパスの地図を持った調査員が何も疑ってない通行に近づき、近くの建物の行き方を尋ねる。調査員と通行人が10か15秒会話したところで、別の二人の男が大きな扉のそれぞれ端を担ぎながら、彼らの間を存在に横切る。扉を横切るときに、通行人からは、
調査員の姿がおよそ1秒間遮られる。その隙に全く同じ地図を持った新たな調査員が入ってきて、道を尋ねる会を続ける一方、最初の調査員は扉に隠れたまま立ち去る。変わった方の調査員は背が5センチ低く、服装が異なり、声も明らかに違っていた。通行にとっては、会話の相手が突如として別の人物に変身してしまったことになる。それでもほとんど通行に気づかず、すり替わったことを聞かされると、とても驚いたのだった。記憶を植え付けることは可能か、過去記憶。人間は過去記憶をたやすく持ってしまうので、場所によっては実際に起きていない出来事を何気なく話すだけで、相手に偽の記憶を持たせることができる。時間が経つとその相手は、その出来事を覚えていても、その記憶を作り出す元となった事柄は忘れてしまうかもしれない。その結果、想像上の出来事を実際の過去と取り違えてしまうことになる。心理学者はこの手法を使うと、被験者のうち普通 15-50% でうまくいく。最近のある研究では、実際にディズニーランドで行ったことのある被験者に、偽の印刷広告を繰り返し読んで、それについて考えるよう指示した。その偽広告には、読んだ人を次のように煽るコピーが書かれていた。初めてバックスバニーを間近で見たとき、どんな気分がしたか思い浮かべてごらん。お母さんに握手しなさいと背中を押され、写真を撮られる瞬間を待ったんだ。急がなくてもいいのに、一生懸命近づくについて、バックスは大きくなっていた。テレビじゃこんなに大きくないのに、と君は思った。すると、バックスがドスンとぶつかってきた。テレビで大好きだったバックスがたった数十センチ先に行く。心臓が止まったけれど、手の汗は止まらない。君は汗を拭うとすぐ近くに行って、バックスの手を握った。後にディズニーランドでの個人的記憶について質問を尋ねたところ、被験者の4分の1以上が場内でバックスバニーと会ったことがあると報告した。そのうち 62% が握手をしたことを、46% が抱きしめられたことを思い出し、一人はバックスが人参を持っていたと答えた。しかしこのような出会いが実際に起こることはありえない。バックスバニーはバーナーブラザーズのキャラクターなので、ディズニーがバックスをディズニーランドへ呼んで歩き回ってもらうというのは、まるでサウジアラビアの国王がユダヤ教の杉越しの晩餐を主催するようなものだ。気づいた頃は鎮痛剤で痩せる。人も社会も無意識の台本で動く。心の痛みは薬で抑えられる。社会的苦痛と肉体的苦痛の関連性。脳イメージが用いた研究によれば、肉体的な痛みには、不快な情動的感情と、知覚的苦痛の感情という二つの要素があるという。二つの痛みの要素は脳の中のそれぞれ異なる構造と関連している。そして社会的な痛みもまた、肉体的な痛みの感情的要素に関わっているのと同じ、全体上皮質と呼ばれる脳の構造体と関連していることが明らかとなっている。つまずいた時の爪先の痛みと、くどいて断られた時の心の痛みが、脳の中で同じ場所を共有しているというのは何とも魅力的な話だ。これらの痛みが同居しているという事実をもとに、肉体的な痛みに対する脳の反応を抑制する鎮痛剤を使って、社会的な痛みを抑えられるのではないか。それを明らかにするために25人の健常者を集め、ある錠剤を2錠ずつ1日2回3週間にわたって服用させた。被験者のうち半数は極めて強力な大量脳の錠剤を、残り半数はプラシーボを出された。そして最終日に一人ずつ実験室に呼ばれ、コンピューター上でのバーチャルのキャッチボールゲームに取り組んだ。被験者一人一人には別の部屋に2人の被験者と一緒にプレイすると告げたが、実際にはその役割はコンピューターが担い、入念に仕組めた形でその被験者とやり取りした。人間のチームメイトを称するそのコンピューターは、1回戦では被験者と一緒に仲良くプレイしたが、2回戦では被験者に向けて何回かボールを投げた後、被験者は突然、仲間外れにして、ちょうど味方一人にボールをパスしようとしないサッカー選手のように自分たちだけでプレーし始めた。実験後、被験者に社会的苦痛を測定するために考えられた質問表に記入してもらった。すると、大量脳を服用した人はプラシーボを服用した人に比べて傷ついた感情のレベルが低かったのだ。この実験にはさらに一工夫が加えられていた。被験者に FMRI 装置の中に横たわってもらいながら、バーチャルなキャッチボールをやせた。そしてチームメイトに無視されている最中に脳をスキャンした。その結果、タイレノールを服用していた被験者では、社会的阻害に関連した脳の領域の活性が抑えられていることが明らかとなった。なぜ作り笑いはすぐにバレるのか。コミュニケーションを支配するのは言葉ではなく無意識。作り笑いは無意識には通用しない。現代の研究によって、例えば笑顔を分析する訓練を受けていない人でも、同じ人が作る本当の笑顔と偽の笑顔を区別できるような優れた直感を持っていることが明らかとなっている。これまでずっと隔離されていた新石器時代の文化が発見されたニューギニア。その地の先住民は文字を持っておらず、未だに石器を使っていた。
映画やテレビはおろか写真を見たことがある人もごくわずかだった。ストの文化に一度も接したことのない数百人の被験者を集め、通訳を通じて基本的な感情を表に出したアメリカ人の顔写真を見せた。その結果、この未開の最終成果者たちはアメリカ人の顔に現れた喜び、恐れ、怒り、嫌悪、悲しみ、驚きを文字を持つ21カ国の人々と同様に素早く認識できることが分かった。研究者は逆の仕掛けの調査を行った。ニューギニア人に自分の子供が死んだ時や長い間放置された豚の死体を見つけた時などにどのような反応を示すか演じてもらい、その様子を写真に収めた。そうして記録した表情は曖昧さの余地なく見分けることができた。顔の表情を作ってそれを認識できるというこの万人に通じる能力は誕生時あるいはその直後が備わっている。幼い幼児も大人が感情を見せるときに使うのとほぼ同じ形で顔の筋肉を動かす様子が観察されている。幼児はまた他人の顔の表情を見分け、大人と同じくそれに応じて自分の行動を変えることもできる。これが学習行動であるとは考えにくい。見つめる時間でわかる優越性と序列。その指標を計算するには自分が話しているときに相手の目をどれだけの時間見ているか、その割合を求め、それを自分が話を聞いているときに同じ相手の目を見ている時間の割合で割る。自分と相手のどちらが話しているかに関係なく、同じ時間だけ目をそらせば、この比は1対0となる。しかし、相手の話を聞いているときよりも、自分が話しているときの方がより多く目をそらす傾向があれば、この比は1対0より小さくなる。聞いているときよりも話しているときの方が目をそらす時間が短ければ、1対0より大きくなる。これは視覚的優越性比率と呼ばれ、社会的優位階層の中で自分が会話の相手に対してどのような位置にいるかを反映している。相手に比べて社会的優越性の高い人では、視覚的優越性比率は1対0近くか、またはそれより大きい。1対0より小さいと、優位階層の中で低い位置にいることが伺われる。要するに、視覚的優越性比率が1対0か、それより高い人はおそらくボスであり、0.6 付近の人はおそらく部下であると言える。データの例を示そう。予備校や交渉訓練部隊の士官ではこの比は1対 0.6。一方、候補生が士官に話すときは0対61。心理学入門の授業を受講している大学生が、大学に進学するつもりなさそうな高校3年生に話すときにはこの比は0対692。一方、大学で科学の優秀な成績を収め、一流の医学校に進学したと思われる人に話すときは0対959。男性の専門家が女性に対して自分の専門分野の話をするときには0対98。男性が女性の専門家に対してその女性の専門分野の話をするときは0対61。女性の専門家が専門家でない男性に話をするときは1対04。専門家でない女性が男性の専門家に話をするときは0対54。これらの研究はすべてアメリカ人を対象としている。文化によって値は違うかもしれないが、傾向自体は変わらないだろう。人間は文化に関係なく、無意識にこれらのシグナルを感じ取っているものなので、当然ながら、会話の相手を意識的に見つめたり、逆に目をそらしたりすることで、相手に与える印象を調節できるはずだ。指導力が大いに必要となる仕事の就職面接では、苦渋的な態度を出しすぎるのは良い方策とは言えないだろう。しかし、面接官がかなり頼りなく見えたら、ちょうど良い態度の副次を示すことで、相手を安心させ、自分のことを気に入ってもらえるようにできるであろう。顔で選んで投票してしまうのはなぜ？見た目と評価のダイレクトで密接な関係。声で主張に上り詰めたタッチは、あなたの声の高さ、声質、大きさ、抑揚、喋る速さ、さらには大きさの変え方はすべて、あなたが人をどれだけ納得させられるかや、人があなたの精神状態や性格をどのように判断するかにとてつもなく大きな影響を与えるのだ。話し手に対する印象と感情的内容を手を加えていない声を聞いた被験者と同じように知覚することが研究によって示されている。ある実験では20人ほどの話し手にそれぞれ同じ2つの質問に答えてもらい、それを録音した。質問の1つは、少数民族に有利な大学入試制度をどう思うかという政治的なもので、もう1つは、もし突然大金を手にするか、または相続したら、あなたはどうするかという個人的なものだった。次にそれぞれの回答の録音を電子的に操作して、声の高さを 20% 上下させるとともに、話すスピードを 30% 速くしたり遅くしたりして、さらに4種類の音源を準備した。こうして作った話し声はやはり自然に聞こえ、音響的性質も通常の範囲内のままだった。しかしこのように手を加えることで、果たして聞き手の認識は影響を受けるんだろうか。
研究者たちは数十人の被験者を集め、声の話し声のサンプルを評価させた。一人一人にはそれぞれオリジナル音源と手を加えた音源の中からランダムに選んだ一種類の声だけを聞かせて評価してもらった。どの音源でも話し手の答えの内容が同じだが、声の性質は違うため、聞き手ごとの評価の違いは、話の内容ではなく声の質の影響によるものということになる。実験の結果、高い声の話し手は低い声の話し手と比べ、信頼できず弱気で、影響力が小さく、神経質であるという評価を受けた。また、ゆっくりと喋る話し手は、早く喋る話し手に比べ、信頼できず、説得力がなく、消極的であるという評価を受けた。早口は契約の販売を指す決まり文句だが、実際には少しスピードを上げた方が、賢く聞こえて説得力が増すのだ。また、声の高さと大きさを変化させ、気づかれるような間を最小限減らして、表情豊かな話し方をすると、信頼感が増し、知的な印象が高まる。タッチするかどうかで好意が決まる。フランス文化にいくつもの大きな特徴があることが知られており、その特徴の中には、食事、ワイン、恋愛とは何の関係もないものがあるかもしれない。しかし恋愛に関してはフランス人は特に秀でていると考えられており、この実験でも彼ら研究者は文字通り恋愛の科学を研究した。場面はフランス西部ブルターニュの大西洋側にある中規模の都市ワンヌの歩行者専用区域、日差しの強い6月のある日だった。その日1日、若くハンサムなフランス人男性3人が、一人で歩いている若い女性240人に手当たり次第に近づき、一人ずつデートに誘った。どの女性にも次のような全く同じ言葉をかけた。いやあ、僕の名前はアントワーヌ。どうしても言いたいんだが、君は本当に綺麗だね。午後は仕事なんだけど、できたら電話番号を教えてくれないかな。後で電話するか、どっかで一緒に飲もうよ。女性が断ってきた。残念だ。今日はついてないな。じゃあね、という。そして別の若い女性を見つけて近づいていく。電話番号を教えてくれた女性には全て科学の名のもとに行ったことだと伝えた。するとほとんどの女性は笑ったという。彼ら研究者の関心は女性にタッチした時が方がしなかった時に比べてより成功するかどうかにあった。彼ら若い男性は1日を通じて30人余りの女性から電話番号を聞き出した。女性にタッチしなかった場合、成功率は 10% だったが、タッチした場合には 20% だった。1秒間軽くタッチしただけで受けが2倍良くなったのだ。選挙は顔で決まる。カリフォルニア州のある研究者グループは2つの実験に際して、いくつかの架空の議会選挙のためのチラシを作成した。いずれの選挙も共和党員と民主党員の戦いとして設定した。候補者は実際には研究者が雇ったモデルであり、ポーズを取らせて視力写真を撮り、それをチラシに載せた。半数のモデルは有能で力量があるように見えた。残りの半数はあまり有能そうには見えなかった。彼ら研究者は自分たちの判断には頼らず、事前に各モデルの見た目の魅力を被験者に評価してもらった。チラシが完成すると、選挙ごとに有能そうに見える候補者1人と有能に見えない候補者1人を戦わせ、よく見える候補者の方がより多くの票を獲得できるかどうかを調べた。チラシには各候補者の名前と写真に加え、所属政党、学歴、職業、政治経験、及び3つの争点に関する3行ずつの政見といった具体的な情報が記されていた。政党の好みの影響を取り除くために、半数の投票者には、有能そうに見える候補者を共和党員として設定したチラシを、残り半数には同じ候補者を民主党員と設定したチラシを見せた。理屈で考えれば、投票者の選択に関係してくるのは具体的な情報だけのはずだ。科学者は約200人の被験者を集め、投票者の役を演じさせた。被験者にはこの選挙チラシは実際の候補者に関する実際の情報に基づいて作成したと伝えた。さらにこの実験の目的は、すべての候補者に関して同じような情報を与えられたときに、人はどのように投票するかを調べることだと偽って知らせた。やってもらうのは選挙チラシを一通り見て、それぞれの選挙で候補者を選んで投票することだけだと説明した。実験の結果、顔の影響は大きいことが明らかとなった。よく見える候補者が平均で 59% の票を獲得したのだ。二つ目の実験では方法論は同様だが、候補者の顔写真として使うモデルの選び方を変えた。今回の実験では、選挙委員会が外見がどちらでもないと評価して女性を候補者に選んだ。そしてハリウッド流のメイクアップの専門家とカメラマンやといい、それぞれの候補者について、1枚より有能そうに、もう1枚より無能そうに見える2通りの写真を準備した。この一次選挙では有能そうに見せた女性と無能そうに見せた別の女性とを戦わせた。その結果、よりリーダーしく見せることで、投票総数のうち平均 15% を奪えることが明らかとなった。この効果の大きさを推し量る話として、カリフォルニア州衆議会議員選挙で、
この規模の票の移動が多くあったとすると、53の選挙区のうち15で結果が変わっていた計算になる。なぜガンディもリンカーンも同じ過ちに陥ったのか。分類が先か、ステレオタイプが先か。カテゴリー分けがもたらす致命的な不具合。分類という行為は生存のために人間脳が行うそれ以外のゲートと同じように、自然で極めて重要な便利な方法であるものを同時に欠点も持ち合わせている。分類する行為によって解釈が歪められる現象について調べた最も初期の研究の一つとして、被験者に8本の線の長さを判断してもらうという単純な実験がある。一番長い線は2番目の線より 5% 長く、2番目に長い線は3番目の線より 5% 長くと続いている。被験者の半数にはそれぞれの線の長さをセンチメートル単位に見積もってもらった。しかし、残りの被験者では同じことをしてもらう前に、8本の線を恣意的に2つのグループに分け、長い方の4本の線にグループ A、短い方にグループ B と名前を付けた。実験の結果、それぞれの線がどちらのグループに属すると、ひとたび考えると、被験者はそれらの線を違うふうに認識するようになることが分かった。同じグループに属する線同士は、実際よりも長さの違いが少ないと判断し、両グループ間での長さの違いは実際にも大きいと判断したのだ。人間は分類を行うと偏重した考えを持つようになる。何らかの恣意的な理由で同じカテゴリーに属すると考えた者同士を実際にも似ていると捉え、異なるカテゴリーに属する者同士は実際よりも大きく違うと捉えるのだ。無意識の心は曖昧な違いや微妙な差異と明確な境界線を変えてしまう。その目的は重要な情報を残したまま不必要な異彩を消してしまうことにある。あなたの偏見をあぶり出す潜在的連合テスト。論文の中で IAT の開発者たちは、ある思考実験について考えてほしいと読者に求める。例えば、兄やおばといった男女の親戚を表す単語を次々に見せられるとしよう。そして、男の親戚の呼び名が出たら、こんにちはと言い、女の親戚の呼び名が出たら、さよならと言うよう指示される。あまり多く間違えずに、できるだけ素早く反応することを目指す。挑戦した人はほとんど次から次へと難なく進めていけと感じる。続いて今度は親戚の呼び名の代わりにデュックやジェーンといった男女の名前を使って同じゲームをする。男女ははっきりと区別できるような名前を使うので、今度も難なくこなしていける。しかしここまではお膳立てに過ぎない。本当の実験はここから始まる。第一段階では人の名前と親戚の呼び名のどちらかを次々に見せられる。そして男性の名前と男の親戚の呼び名に対してはこんにちはと言い、女性の名前と女の親戚の呼び名に対してはさよならという。続いて第二段階。やはり名前と親戚の呼び名を次々見せられるが、今度は男性の名前または女の親戚の呼び名が出たらこんにちはと言い、女性の名前または男の親戚の呼び名が出たらさようならと言う。重要なのはやはり選択にかかる時間である。第二段階での反応時間は普通第一段階よりも長く、第一段階では1語あたり2分の1秒かかるに対し、第二段階で4分の3秒かかる。その理由を探るためにこれは分類作業として捉えてみよう。あなたは男性の名前、男性の親戚、女性の名前、女性の親戚という4つのカテゴリーを考えるよう指示されている。しかしこれらのカテゴリーは互いに独立していない。男性の名前というカテゴリーと男性の親戚というカテゴリーはどちらも男性を指していて互いに関連している。同様に女性の名前というカテゴリーと女性の親戚というカテゴリーも関連している。第一段階では4つのカテゴリーをこの関連性と一致するように、つまり男性をすべて同じに、女性をすべて同じに分類するよう指示される。しかし第二段階ではこの関連性を無視して、名前が出た時の男性の分類と、親戚の呼び名が出た時の男性の分類を変え、また女性に関しても、名前であるか親戚の呼び名であるかに応じて、異なる分類をするよう指示される。複雑な課題であり、その複雑さが精神的資源を消費し、反応を遅くするのだ。次が IAT の肝である。指示された分類方法が、自分の心の中にある関連性と一致していれば反応は早くなり、食い違っていると遅くなる。このため指示した二通りの分類方法における反応速度の違いを調べることで、その人がある社会的カテゴリーと様々な特徴をどの程度強く関連付けているかを探ることができる。例えば男女の親戚を表す単語の代わりに、科学または芸術に関する用語を見せたとしよう。もしこの中で男性と科学、女性と芸術を全く関連付けていないのであれば、男性名と科学用語に対してこんにちは、女性名と芸術用語に対してさようならというよう指示されようが、あるいは男性名と芸術用語に対してこんにちは、女性名と科学用語に対してさようならというよう指示されようが、何も問題にはならないはずだ。したがって第一段階と第二段階である違いは見られないだろう。しかしほとんどの人のように、もし女性と芸術、男性と科学を強く関連付けていれば、
男女の親戚と男女の名前を使った場合とほぼ同じ結果となり、第一段階と第二段階で反応時間にかなりの差が出てくるだろう。このようなテストを行ったところ、仰天の結果が得られた。一般の人のおよそ半数は男性と科学、女性と芸術を関連づける傾向が強い。または中程度だったが、この傾向は本人がそのことに気づいているかどうかに関わらず成り立っていた。IAT の結果と自己報告や意識調査などの明示的で意識的な性差偏見の指標との間にはほとんど相関はなかったのだ。なぜ Mac ユーザーと Windows ユーザーは互いにいがみ合うのか。意味などなくても生まれる派閥と差別の正体。たった一つの共通点でも生まれる未備義。どんな集団に属していようが、それらの集団は定義上、自分と何らかの共通点を持っていると認識している人たちから構成される。すべての人を好きになることはないし、仲間内でも好きな人と嫌いな人がいるが、私たちのサブリミナルな自己には、内集団のメンバーの方をより好きになる傾向がある。自分と同じ職業の内集団について考えてみよう。ある研究では、被験者に医師、弁護士、ウェイター、美容師に対する好感度を1から100までの数値で評価してもらった。この実験で工夫したのは、被験者自身も全員が、医師、弁護士、ウェイター、または美容師だったという点だ。結果は極めて一貫していて、4つのうち3つの職業の被験者は、自分と違う職業の人を好感度50前後の平均値で評価したのに対し、自分と同じ職業の人は70前後と極めて高く評価した。弁護士だけは例外で、自分と違う職業の人も、また自分と同じ弁護士も、どちらも50前後と評価した。調査した4つの職業のうち、弁護士だけはご存知の通り、内部の他のメンバーとしょっちゅう対決するようなグループを作っている。そのため自分以外の弁護士も弁護士という内集団に入るかもしれないが、同時に自分の外集団にもなり得る。女性は本当に数学が苦手か、帰属意識が能力を変える。ハーバード大学の3人の研究者が、同大学に通う数十人のアジア系アメリカ人女性に難しい数学のテストを受けさせた。彼女たちアジア系アメリカ人女性は互いに相反する規範を持った2つの内集団に同時に属している。数学が得意とされるアジア人であると同時に、数学が苦手とされる女性でもある。テストに先立って被験者たちには、自分自身に関するアンケート用紙に記入してもらった。一つのグループの被験者に渡せたアンケート用紙には、自分や両親や祖父母の話す言葉や、何世代前からアメリカに住んでいるかといった質問が記されていた。これらの質問は、アジア系アメリカ人としての帰属意識を呼び覚ますよう考えられていた。別のグループの被験者には、男女共同寮の方針に関するいくつかの質問をして、女性としての帰属意識を呼び覚ますよう質問した。三つ目のグループは対象群であり、使っている電話やケーブルテレビに関する質問をした。さらにテスト後には、自己調査を行った。自己質問での被験者の自己報告から判断するに、テスト開始前のアンケートが自分の能力や受けたテストに対する意識的な評価に影響を与えることはなかった。ところがサブリミナルに明らかに何らかの影響があった。自分のことをアジア系アメリカ人として考えられるよう仕向けられた女性は対象群よりも成績よく、逆に自分が女性という内集団に属していることを気づかせた女性は対象群よりも成績が悪かった。自分がどの内集団に属すると考えるかは、他人に対する判断に影響を与えるだけでなく、自分自身に対する感じ方、自分の振る舞い方、そして時には自分の能力にさえも影響を与えるのだ。公共広告のポイ捨て禁止キャンペーンはなぜ逆効果で終わるのか。この広告はゴミ捨てをやめようというメッセージを私たちの意識的な心を明確に訴えかけている。しかし同時に私たちの無意識に対しては内集団の人たち、つまり自分と同じく公園を訪れる人たちはゴミを捨てているなというメッセージを伝えてしまっている。道徳的な訴えと集団規範を思い起こさせる内容とどちらのメッセージが勝つのだろうか。この広告自体の効果については研究されていないが、別の公共広告を使ってコントロール下で行われたある実験では、単純にポイ捨てを非難する広告は確かにポイ捨てを抑制したが、同様の広告にアメリカ人はかつてなく大量のゴミを捨てているという文言を加えると、逆にポイ捨てが増加した。この文言を非難ではなく、知事と意識的に解釈した人はいるとは思えないが、ポイ捨てを集団規範とみなすことがこうした効果につながったのだ。これに似たある研究では、ペトリファイドフォレスト国立公園から、大量の観光客が木材を盗んでいることを非難する看板を作った。この看板を人がよく通る小道に設置し、合わせてわからないよう印をつけた木材を何本か置いておいた。そしてこの看板がどのような効果をもたらすかを観察した。その結果、看板がない場合には、10時間で木材のおよそ 3% が見分けとして盗まれた一方、警告の看板を設置すると逆にその数が3倍近い 8% に増えてしまった。幸せなふりがあなたを幸せにする。
感情は感覚と環境で作られる。偽の手術で痛みが消える。プラシーボ効果。プラシーボ効果と聞いて思い浮かべるのは、何の効能もない砂糖の錠剤を本物と信じて飲めば、軽い頭痛なら大量のものと同じくらい効くという話かもしれない。しかしプラシーボ効果はもっとずっと強力にもなる。例として狭心症を挙げよう。1950年代、激しい痛みを伴う狭心症の治療法としては、手術によって胸腔内の何本かの動脈を縛るのが一般的だった。それによって、その近くにある神経の中に新しい血管が生まれ、血液循環が良くなると考えられていた。大勢の患者がこの手術を受け、一見したところ成功した。しかし何かおかしな点があった。患者の死後に病理学者が調べても、予想されていた新たな血管一本も見つからなかったのだ。どうやらこの手術は症状の緩和には成功したものの、原因の解消には役立たなかったらしい。1958年、興味を持った心臓外科医たちが、現在では倫理的理由から認められないであろうある実験を行った。見せかけの手術を行ったのだ。5人の患者に対し、皮膚を切開して例の動脈を露出させたものの、それを縛ることなく再び皮膚を縫合した。また他の13人の患者には実際に手術を行った。患者にも心臓専門医にも誰が本当の手術を受けたかは知らせなかった。本当の手術を受けた患者では 76% が狭心症の痛みを改善を示した。ところが見せかけの手術を受けたグループでは5人全員が改善したのだ。どちらのグループも適切な外科手術を行われたと信じており、手術前よりも痛みははるかに和らいだと報告した。生理が先、感情が後、感情の錯覚。幸せと怒りという2つの感情的状況を人工的に作り出し、被験者をその状況に置いた上で生理的な刺激を与えた。実験の目的はこのような仕掛けを使って被験者を騙し、研究者が選んだ感情を被験者に抱かせることが可能かどうかを見極めることだった。その仕組みは、すべての被験者に参加した実験の目的は、スプロキシンというビタミンを注射すると、視覚の能力はどのような影響を受けるかを見極めることであると伝えた。しかし実際に注射したのはアドレナリンで、この薬は心拍数と血圧を上げ、顔の紅潮を感じさせ、呼吸を速くする、いずれも感情関係の兆候である。被験者は3つのグループに分けられた。1つのグループには、注射の影響について正確に伝え、それはスプロキシンの副作用であると説明した。2つ目のグループには何も伝えなかった。彼らも同じ生理的変化を感じるが、それに対する説明を受けていない。第3のグループは対象群で、何の効果もない食塩水で注射された。このグループは何ら生理的影響を感じず、何か影響があるとも知らされない。実験者は注射をすると部屋から出て、それぞれの被験者を実験協力者と20分間2人っきりにした。幸せのシナリオでは、この協力者が実験に参加できたことは妙に喜ぶことで、恣意的な社会的状況を作り出した。怒りのシナリオでは、被験者と一緒に残された協力者が、実験とその進め方について不満を言い続けた。被験者の反応は2通りの方法で評価した。第一の方法としては、客観的な観察者がマジックミラー越しにこっそり監視し、あらかじめ決められた規定に従って被験者の行動を記号化した。第二の方法としては、実験後の被験者に質問票を出し、幸福度を0から4までの数字で答えてもらった。知らされていた被験者も対象群の被験者も、同質になった実験協力者の見かけの感情に気づいたが、自分自身はそのような感情を抱かなかった。しかし、知らされていない被験者は同質さを観察し、その人が実験に対して幸せと怒りのどちらを表しているように見えるかに応じて、自分自身が経験している身体的感覚は幸せまたは怒りによるものだという結論に至った。要するに、彼らは感情の錯覚に罠に落ち、自分は偽の被験者が経験しているのと同じ感情を抱いてこの状況に反応しているんだと信じてしまったのだ。脈拍があるから興奮する。ある研究では、男子大学生を集めて3つのグループに分け、連続した2つの実験に参加してもらった。1つ目は運動の効果に関するものと称する実験。2つ目はある映画から短いカットをいくつか評価してもらうという実験だ。第一段階ではアドレナリンを注射する代わりに運動させて、気づかれないように生理的関係の原因を与えた。運動を得た被験者の中で、自分の脈拍と呼吸が速くなっているのはトレッドミルで1マイル走ったからだということに気づかない人がいるとは思えないが、実は運動後の何分間かは体を落ち着いたと感じられるものの、実際には未だ喚起された状態にある。知らない被験者のグループは、その何分間かの間に映画のカットを見せられた。それに対して知っている被験者のグループは、運動直後に映画のカットを見せられ、そのため自分がなぜ激しい生理的状態なのかを知っていた。ある映画からの短いカットは、官能的なエイフス合作映画、The Girl on a Motorcycle。アメリカでのタイトルは、Naked and Reader である。
この映画は新婚の女性が夫を捨てバイクに乗ってハイデルベルクにいる愛人に会いに行くというロードムービーである。フランス人なら納得しそうな筋書きだと思えるかもしれないが、どうやらアメリカの配給会社はこの映画の魅力を違う風に伝えようと考えたらしい。研究者たちも裸に革の服という観点からこの映画を選んだ。しかしその点に関してはこの映画は成功しなかったらしい。大将軍の学生にこの映画の性的関係の度合いを評価してもらったところ、100点満点中31点だった。知ってる被験者も同様の評価で、性的関係の度合いはわずか28点だった。しかし知らない被験者、つまり運動によって生理的関係を受けているが、それを自覚していない人たちは、その関係を性的なものと誤解したらしい。この映画を52点と評価したのだ。秩序を追い求め、なんとか理由をこじつけるさの、私たちは自分の感情を理解できていないことが多いらしい。それなのに自分の感情は理解できていると普通は考えている。さらになぜそのように感じるかを説明してくれと言われると、ほとんどの人は、ちょっと考えてから苦もなくその理由を説明する。自分が思っているのとは違う感情かもしれないのに、どこからその理由を見つけてくるのだろうか。そう、でっち上げるんだ。その現象を実証した一つの興味深い実験として、被験者に女性の顔を写したトランプサイズの写真を右手で1枚、左手で1枚持ってみせ、より魅力的な方を選ばせた。続いて2枚の写真を裏返し、選んだ方の写真を被験者の方へ差し出した。そして被験者にその写真を手に取って、それを選んだ理由を説明するよう指示した。その後写真を変えながら計10回ほど同じことを繰り返した。そのうち何回かは手先の早沢を使って2枚の写真をすり替え、より魅力的でないと判断した方の写真を被験者の方へ差し出した。すり替えたことを被験者が見抜いたのはおよそ4回中1回だけだった。しかし本当に興味深いのは見抜けなかった 75% のケースでどうなったかである。実際には気に入らなかった方の顔をなぜ気に入ったのか尋ねると、笑顔は眩しい、バーにいたらもう一人よりもこの人の方をくどくとか、イヤリングが好きだ、おばに似ている、もう一人よりも魅力的だと思う、といったようなことを答えた。実際には気に入らなかった方の顔なのに、その顔を気に入った理由を何度も繰り返し自信たっぷりに説明したのだ。知らず知らずのうちに社会的規範に基づいて判断してしまう。仕事に就ける人と就けない人がいるのはなぜか、そして雇用者は自分の判断のきっかけに気づいているかどうか。それを探るために128人の被験者が集められた。それぞれの被験者にはキー介入センターのカウンセラーの職に応募してきた一人の女性のことを綿密に記した書類をよく読んで評価するよう指示した。書類には推薦状とセンター長を行った面接の詳細な報告書が含まれていた。書類を詳しく読んでもらったら、この応募者の適性についてどれほど聡明だと思うか、どれほど順応性があるか、患者の問題に対してどれほど共感できるか、この人物をどれほど気に入ったかなど、いくつか質問した。この実験のポイントは、被験者によって与えられる情報が細かい点でいくつも違っていたことである。一部の被験者が読んだ書類には、この応募者は高校クラス2の成績で卒業し、今は大学の成績優秀学生であると書かれていた。一方、別の被験者が読んだ書類には、この応募者はまだ大学へ進学するかどうか決めかねていると書かれていた。一部の被験者はこの志願者はとても魅力的だという記述を目にし、別の被験者は志願者の様子については何も知らされなかった。一部の被験者は所長の報告書の中で、この志願者は所長の机にコーヒーをこぼしたという記述を読み、別の被験者はそのような出来事に関する言及は目にしなかった。一部の書類にはこの志願者は重大な自動車事故を起こしたことだと記されていた一方、別の書類にはそのような記述はなかった。一部の被験者は後ほどこの志願者と顔を合わせることになると告げられたが、別の被験者はそのようなことは言われなかった。これらの二者択一要素をあらゆる形で組み合わせることで、何十もの異なるシナリオを作られた。実験の目的はそれぞれの要素が実際にどのような影響を与えたのかと、被験者本人がそれぞれの要素の影響をどのように認識したのか、被験者のことを知らざない外部の観察者はそれをどのように予測したのかを比較することだった。被験者が自分はどの要素から影響を受けたと考えているかを知るために、志願者の評価をしてもらった後で次のような質問に答えてもらった。志願者の知性を大学の学業証明書から判断したか、志願者の好感度に対するあなたの評価が、志願者の外見的魅力によって由来だか、面接官の机にコーヒーをこぼしたことが志願者の思いやりの評価に影響を与えたかなど、また外部の観察者が各要素はどのような影響を与えたと推測するかを知るために、もう一つのグループの被験者を集め、彼らには志願者の書類は見せず、それぞれの要素が評価にどの程度の影響を与えるかと思うか尋ねた。志願者に関して知らされる事実は巧妙に選ばれていた。
いずれのグループもどの要素が影響を与えたかを社会的批判に基づく説明から結論付け、実際の原因は無視してしまった。例えば被験者も部外者もコーヒーをこぼしていたことは志願者に対する好みに影響を与えないはずだと答えたが、実際には全ての要素の中で最も大きな影響を及ぼしていた。どちらのグループも学業に関する要素は志願者に対する好みに大きな影響を与えないはずだと予想したが、実際には全く影響がなかった。そしてどちらのグループも志願者と顔を合わせる予定になっていることは何の影響も与えないはずだったと回答したが、実際に影響を及ぼした。いくつのケースに対して被験者も部外者もどの要素が影響を与えて、どの要素が影響を与えなかったかを間違って答えた。被験者は自分自身のことを部外者よりも深く見抜いていなかったのだ。なぜ楽観的すぎる締め切りを設定してしまうのか。自己という歪んだレンズとその生かし方。なぜ CEO は4割も多額企業を買収してしまうのか。100万人近い高校3年生を対象としたある調査結果について考えてみよう。他人とうまくやっていく能力を自己評価させたところ、 100% の学生が自分は平均以上だと評価し、 60% の学生が自分は上位 10%、 25% の学生が自分は上位 1% に入ると評価した。リーダーシップの能力を尋ねると平均以下だと自己評価した学生はわずか 2% だった。教育者も同じように現実が見えておらず、大学教授の 94% が自分は平均以上の働きをしていると答えた。このように自分を過大評価する傾向は実業界でも同じように一般的に見られる。自分を経営すればもっと利益を上げられると感じて、相手企業の株式を現在の株価よりも一般的に 41% 高く買う。しかし普通は買収後に時価総額が下がるものであり、公平に見ている人たちは CEO と同じようには感じないことはよくわかる。人は過大な自己評価や過剰な自信は問題になり得ると認識しているものの、皮肉なことにそれは他人に対する場に限られる。悲劇のチームの反則に気づけない。動機や知覚を歪める。最初は馬かアザラシのどちらか一方に見えるが、しばらく見つめ続けるともう一方の動物に見えてくる絵をコンピューターにロードして、数十人の被験者を集め、馬とアザラシのどちらかに見えるような動機づけを与えた。その仕組みはこれから2種類の飲み物のどちらか一方を飲んでもらうと伝える。一つは美味しいオレンジジュース、もう一つは健康スムージーで、見た目の匂いもひどく、多くの被験者はそれを飲むかもしれないのは嫌だと言って途中でテストを拒否したくらいだった。被験者にはどちらの飲み物を飲むかはコンピューターで指示すると伝えた。スクリーンには先ほどの絵が1秒間表示される。1秒間では一般的にこの絵を2通り見ることはできないため、被験者は馬かアザラシのどちらかだけを見ることになる。次はこの実験の鍵である。半数の被験者には家畜の絵が出たらジュースを、海の動物の絵が出たらスムージーを飲んでもらうと伝え、残りの被験者にはその逆を伝えた。そして絵を見てもらってから何の動物が見えたかを答えてもらった。もし被験者の動機が知覚を歪めるのであれば、家畜が現れたオレンジジュースを飲むように指示された被験者の無意識の心は馬を見る傾向を示すだろう。同様に家畜が現れた嫌なスムージーを飲むように指示された被験者の無意識の心はアザラシを見る傾向を示すだろう。実際にその通りになり、家畜が出てほしいと願った被験者のうち 67% が馬が見えたと答え、海の動物が出てほしいと願った被験者のうち 73% がアザラシが見えたと答えた。自己欺瞞のゲームから抜け出すために、ある実験では被験者に細長い試験紙を渡し、膵臓の様々な重大疾患を引き起こす TAA という酵素の深刻な欠乏があるかどうかを検査したいと伝えた。そして試験紙に自分の唾液をつけて20秒待ち、緑色に変わるかどうかを確かめるよう指示した。半数の被験者には緑色に変わった酵素の欠乏はないと伝え、残りの半数の被験者には緑色に変わった危険な欠乏があると伝えた。実際にはそのような酵素は存在せず、渡した被験者もただの黄色い色画用紙なので、どの被験者も色の変化を目にすることはないはずだった。唾液をつけても変化を見られないよう動機づけられた被験者は色を変わらないと、すぐにその良い結果を受け入れ、検査は終わったと判断した。しかし緑色に変わることをどころを見るよう動機づけられた被験者は、紙切れをさらに平均で30秒間見つめた末に、ようやく結果を受け入れた。さらにその被験者の半数以上が再検査の行動をとった。ある被験者は試験紙に12回も唾液をつけながら、まるで親にしつこくおねえする子供のように、緑色に変わってくれない？変わってくれない？お願い！お願いと呟いたという。なぜ納期を楽観視してしまうのか。契約者や企業は違約金が発生してもなお、納期を守れないことがあり、そうした誤算の主な原因は動機づけられた推論であるという。あるプロジェクトの完了日を算出するときには、そのプロジェクトを必要なステップに分け、
各ステップに必要となる時間を見積もり、それを全て足し合わせるという方法に従って計算するものだと私たちは思っている。一つの作業の完了にかかる時間をどのように見積もるかは、そのプロジェクトの早期完了にどれだけ力を注いでいるかに直接左右されることが研究によって明らかとなっている。アメリカ会計検査委員の概算によれば、軍が購入した新技術を含む装備品の中で、技術通りかつ予算内に納入されたのはわずか 1% だったという。人間は誰しもそうした判断を下し、その判断は現実的であると心から信じるため、プロジェクトを完了させられそうな技術はあまりにも楽観的に見積もってしまうのが常である。隠れた性差別が今も横行するわけ。ある研究では被験者に警察署長の職に応募してきた男女の志願書を検討させた。実験は次のように進められた。2種類の履歴書を用意する。一つは学歴が低く管理能力には欠けるが、都会の裏を知り尽くした人物像が浮かび上がってくるようにしたもの。もう一つは都会の裏事情に通じているとは言えないが、学歴が高く政治家とつながりがある垢抜けた人物像を反映させるようにしたもの。一部の被験者には都会の裏を知っていそうな男性志願者と、垢抜けた女性志願者の履歴書を見せた。他の被験者にはこれらの男女の長所を入れ替えた履歴書を見せた。そしてどちらか一方を選ぶだけでなく、その理由も説明するよう指示した。結果として男性志願者が都会の裏事情に通じていそうな履歴書を提出した場合、被験者は都会の裏事情を知っていることがこの仕事には重要だと判断して男性選んだが、男性志願者が垢抜けた履歴書を提出した場合には、都会の裏事情に通じていることが過大評価されているとして、やはり男性選んだ。被験者たちは明らかに都会の裏事情に通じているか垢抜けているかの違いではなく、性別に基づいて判断を下したことになるが、自分がそのように判断を下したことはやはり気づいていなかった。公平を自認する不公平な頃、社会的状況の中で偏った関心が、証拠の重視の度合いに強い影響を及ぼすことを見事に実証した一連の実験がある。テキサス州で開かれた実際の裁判モデルとして、偽の訴訟を設定し、被験者に、その原告側と被告側の役割をランダムに割り振るという実験だ。バイクに乗っていた人が車にぶつけられた怪我をし、その車の運転手を訴えているという裁判の書類を見せた。そして実際の裁判では0ドルか10万ドルまでいずれからの額の賠償金が裁定されたと伝えた。推定被験者たちを偽の示談交渉のそれぞれの側に割り振り、30分以内に自分たちなりの和解に達するよう指示した。また交渉が成功したら報奨金をもらえるとも伝えた。最も興味深いのはこの先である。被験者たちにはさらに、実際の裁判で裁判官が原告に裁定した賠償金5000ドル以内の誤差で推測できたら、ボーナスがもらえると伝えたのだ。したがって賠償金を推測する際には、自分が原告が被告、どちらの弁護士の役割を演じているかを無視した方が、当然ながら自分の利益につながる。法と証拠のみに基づいて公平ともらえる額を見積もれば、ボーナスをもらえる可能性はもっと高くなるはずだ。問題は被験者たちが客観的でいられるかどうかである。原告側に割り振られた被験者は、裁判は和解金を平均4万ドル弱と制定したと推測した一方、被告側に割り振られた被験者はその額をわずか2万ドル前後と推測した。考えてみてほしい。4万ドル対2万ドルだ。公平で適切な和解金の額を正確に推測できれば、金銭的報酬が得られるというのに、裁判の原告側、被告側に恣意的に割り振られた被験者同士の意見が 100% も食い違うなんとしたら、実際の裁判でそれぞれの側につく弁護士や労使交渉で対立する交渉人の間で、本心からどれほどの食い違いが生じることになるか想像してみてほしい。情報を偏った形で評価しておきながら、自分ではそれに気づかないというこの傾向は、たとえ両者が本心から公平な解決を目指していたとしても、交渉を大きく妨げかねないのだ。チャンネル登録者が1人、増えるだけでも助かります。登録お願いします。それでは。